こちらは真珠の養殖が盛んな天草市川浦町の洋角湾。松本元助さんの作業場では真珠の選別作業の真っ最中、専用のメスを使ってアコヤ貝から真珠を取り出していました。餌が豊富な天草で採れた真珠は品質の良さから近年全国トップレベルの評価を受けているといいます。かなりいい仕上がりになっていると思います。品質的には、まあ、日本一、イコールアコヤ真珠に関しては、まあ、世界一と言ってもいいんじゃないでしょうか。来月16日に三重県で開かれる入札会に向けて玉出し作業はピークを迎えます。一方、天草市佐伯町で行われていたのは伝統の黒砂糖作り。天草地方ではおよそ250年前から始まったとされています。サトウキビを絞った汁を釜で炊き、およそ2時間半かけてかき混ぜながら黒砂糖を作ります。黒砂糖は煮付けなんかにも使いやすいですね。糖度が22度上がっております。でどうか店頭に上がったら皆さん手に取ってご賞味ください。お願いします。黒砂糖は天草市内の物産展などで販売されています。